U208 フメリニツキーは、ソビエト連邦で建造されたウクライナ海軍のコルベットである。艦名は、ウクライナ西部の都市、フメリニツキーにちなんだもの。フメリニツキーは、元は、ソビエト連邦海軍向けに建造された12,412 12モールナス -2 設計小型対戦艦の一つ、MPK-116 であった。MPK は、 小型対戦艦の略号なので、第116号を小型対戦艦といった意味になる。MPK-116 は、1983年10月20日に、ロシアソビエト連邦社会主義共和国、ヤロスラーブリのヤロスラーブリ造船工場に適行した。工場番号は、512とされた。1984年7月9日には、ソ連海軍の艦船リストに登録された。 1985年1月26日に浸水、その後水路経由でアゾフ海へ開港され、そこから国会に入って受領試験を受けた。1985年9月9日には竣工し、同年11月12日には赤旗勲章受章国会艦隊へ配備された。MPK-116 はドヌズラーウコに停泊する第17水域警備艦船隊。 第307対戦艦隊に配属された。ソ連が崩壊すると、国会艦隊では、独立したウクライナと、ロシア連邦との間で艦船の帰属問題が発生した。国会艦隊は1992年8月から、両国の合同艦隊となり、所属艦艇は、暫定的に、ソ連時代の海軍機を修正した特別な軍艦機を、形容し続けた。 その後、段階的に官邸が両国の間で分配されていった。MPK-116 は、1995年春には、バラクラバに係留された。同年12月には、そこで、ドニエプルやイズマイールと共に、ウクライナ海軍へ引き渡されて、フメリニツキーと命名された。看板号は、新たに U-208 が与えられた。 1996年3月27日には、艦に、ウクライナ海軍機が掲揚された。1996年夏には、修理が行われ、ブルガリアで行われた合同演習、シーブリーズ -96 へ参加した。その後、フメリニツキーは1997年8月まで、バラクラーバを母校としていた。1997年夏には、 シーブリーズ -97 に参加するため、ブルガリアへ赴いたが、その後バラクラバに戻ることなくセバストーポリのストリレーチ1へ移動した。ウクライナ・ロシア2国の間で艦隊の分割案が採択されると、MPK-116 は正式にウクライナが所有することになった。ロシア連邦海軍は1997年7月14日付で、 MPK-116 を国会艦隊より除籍し、同年8月1日付で正式に、ウクライナ海軍へ全所有権が移った。ウクライナ海軍では MP、MPK-116 を U-208、フメリニツキーの艦名で登録し、分類もコルベットへ改めた。なお、ウクライナ海軍でコルベットに分類された艦艇については、従来の小型大戦艦を、 対戦コルベット、大型ミサイル艇を、打撃コルベットと便宜上呼ぶことがあるが、フメリニツキーは、前者に当たる。ロシア海軍は、1997年9月8日付で、MPK-116 を退役とした。2002年には、フェオドーシアのフェオドーシア製造合同、モーレで修理に入ったが、その後工事は停止し、事実上の予備役となった。 工事停止の理由は説明されていないが、姉妹艦の U207、ウージュホロドが1997年から同工場にて同様の状態になっていることについては資金不足のためと説明されている。その後、フメリニツキーはセバストーポリへ栄光された。2005年5月29日の時点で、フメリニツキーはタカンと共にセバストーポリのストリレーチワンに 停泊しているのが確認されている。2007年1月にはドヌズラーウコへ戻った。2009年1月の時点で公式には現役に止まっており、ドヌズラーウコのノボーゼールネ南海軍基地に根拠地を置く第五水域防衛戦隊所属となっている。2010年3月にはウクライナ海軍軍事会議によってフェイジルダヌイーロー海軍隊員が新しい艦長に任命された。 ダヌイーロー海軍隊は、同時に、ウージュホロドの艦長に任命されたセルヒー、ザウホリヌ以降海軍隊員と共に任命されたが、その選出方法が珍しいものであった。すなわち、ウクライナ海軍委員会は、艦長候補者に、艦長職に必要となる事項に関する質問を課し、その特典によって、艦長を任命したのである。2010年9月23日現在、 ドヌズラウコに停泊している。2011年1月には高校試験を行っており、年度内には現役に復帰する予定である。12,412 12設計は、設計番号が同じでも缶によって構造上の違いが多く見られるため、個別に缶の特徴を述べなければならない。不メリにつきは各バリエーションの中でも最も該当数の多いタイプの構造を持った。 標準的な12,412設計の外見を有している。すなわち、航行環境は前方の遮蔽板に加え両側が台形の遮蔽板で囲われたタイプで、側面から見ると航行司令塔後方が台形に盛り上がっているように見える。航行司令塔上には、左舷側に後方レーダー、キバーアッチマイナスに、右舷側に十五センチメートル短章塔が設置されている。 このため、航行環境の後部に、単焦灯は設置されておらず、その直後の射撃管制レーダー台座には、後方レーダーは設置されていない。環境前には、電子線複合 PK10、スメールイは設置されておらず、1尾の電子線複合 PK-16 だけを、搭載している。カタログ上は、電子情報収集複合。 ビーンペル R2 を搭載していることになっているが、実際の写真では、ソ連時代もウクライナ時代も他の多くの姉妹艦と同様、本来ならマスト状に設置されている、はずの複合の送受信アンテナが設置されておらず、台座だけが設けられている。偽装配置の詳細はリンク先の図の通り、その収益期間において、艦には以下のような原則番号が記された。 ソビエト連邦海軍ウクライナ海軍テンプレート小型大戦艦。ありがとうございます。